メジャーリーグ屈指の異彩大リーグロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手が持つ価値が世界規模で話題となっている昨年4月には雑誌「タイム」米国版で表紙を飾りソニーのゲームソフト m l b 座賞 e s h 2 2のカバーを務めた大谷の異能ぶりは多種生成の MLB にあっても稀有なものがあるメジャー5年目を迎えた昨季には投手として28先発 自己最多の15勝9敗を挙げながら防御率2点33脱三振率はア・リーグトップの11.87脱三振数219をマーク一方で打撃でも打率2割7分3輪出塁率3割5分6輪長打率5割1分9厘34本塁打95打点11盗塁 OPS875 と投打で他を圧倒するスタッツを残し 前年にやり遂げられなかったベーブ・ルース以来104年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打をついに達成した2年連続の MVP 候補となり最優秀指名打者に贈られるエドガー・マルティネス賞を受賞オール MLB でも投手としてファーストチーム打者としてセカンドチームに選出された投手として最高の栄誉であるサイ・ヤング賞投票でも4位に入ったメジャー史上初となる30本塁打以上 二桁勝利をやってのけエンゼルスのエースで主軸打者という究極の二刀流を続けている大谷2023年シーズン終了後にはエンゼルスとの現行契約が満了となる大谷がフリーエージェントとなれば多くの球団による激しい争奪戦が予想されており新天地への移籍を含めた今後の動向は米専門メディアで毎日のように取り上げられている米紙ニューヨーク・ポストによれば 歴史的なものになると予想される大谷の大型契約の行方が注目され続けているまた大谷の去就は日米だけでなくサッカー大国イギリスでも注目されているようだ A 氏ミラーが MLB のメガスター翔平大谷はクリスティアーノ・ロナウドをしのぐ史上最大の契約を結ぶかもしれないと題して特集を組み今季終了後にフリーエージェントになる大谷が 北米プロスポーツ最高額の契約を結ぶ可能性に言及している MLB のメガスターはクリスティアーノ・ロナウドをしのぐ史上最大の契約を結ぶかもしれないと銘打った大谷の特集記事を組んだ A 氏ミラーは多くの人から MLB で最高の選手と考えられており史上最もユニークな才能の持ち主の一人と表現今期終了後にフリーエージェントになる大谷が5億ドル 約644億円前後の契約を結ぶ可能性に言及しているその上で北米スポーツにおける史上最高契約が2022年に NFL のパトリック・マホームズが締結した10年4億5000万ドル約576億円と紹介し大谷について北米の天井を破りマホームズを超える契約を提示されるかもしれないと多くの人が予測していると言及しているそして ある MLB の球団幹部が12年4億8,000万ドル約618億円の契約は現実的だと米スポーツ専門局 ESPN に明かしたことなどに触れた同志で米国スポーツを担当するジョセフ・マクブライド記者による記事では大谷について多くの人から MLB で最高の選手と考えられており史上最もユニークな才能の持ち主の一人と表現その才能とポテンシャル さらにまだ多くの年数が残っていることから彼の契約はスポーツ界でかつて見たこともないようなものになるかもしれないと評している大谷にとって他のスポーツを含めかつて見たことがないような入札競争が起こる可能性があるもちろんエンゼルスは間違いなく彼の引き止めに走るだろうしかし活況を呈している FA 市場と彼が提供しているバリューを考えると スポーツ界全体でも最高クラスの大規模な契約が結ばれるのは間違いない同志はサウジアラビア一部のアル・ナスルと1年あたり7,500万ドル約96億円の契約を結んだクリスティアーノ・ロナウドが現在世界最高年俸のアスリートであるとしながら彼の契約は短期のものであるため彼でさえも5億ドル市場には達していないと指摘総額で大谷がサッカー界のスター ロナウドすらなし得なかった5億ドルの契約に達する可能性に言及していたサッカー界が誇るカリスマとも比較されさらにそれを凌駕すると評された大谷唯一無二の二刀流を貫く日本球界の至法大谷への期待はまだまだ膨らむばかりである2023年オフに FA となるエンゼルスの大谷翔平投手についてメジャー通算555本塁打を誇るマニー・ダミレス氏が 5億ドルの価値があるると絶賛している海外メディア Z101 のヘクター・ゴメス氏が自身のツイッターで伝えた。ゴメス氏によると、ラミレス氏は、MLB の歴史上見たことがない逸材だ。彼は何でもできる。私だったら投手として2億5000万ドル払い、打者としても2億5000万ドル払うとコメントしたという。すでにドジャース、メッツ、パドレスなどの参戦が伝えられる中、 早くも大谷のフリーエージェントに関する話題が日々多く取り上げられている。1年後に控えた大谷の FA 問題については多くのメディアが注目している。米スポーツ局 ESPN は北米のプロスポーツ選手で史上初となる5億ドル、約643億円の契約を得る可能性を指摘している。その理由を3つのポイントから解説している。1つ目の理由は 彼のような選手はこれまで存在しなかったこと。大谷の二刀流での大活躍は、これまでの長いメジャーの歴史を見ても唯一無二だ。ベーブ・ルースでさえ維持できなかったレベルで、二刀流としてプレーし続けている、としている。二つ目は、来季オフの FA 市場には、コンオフほど優秀な選手が多くないこと。すでに大谷に狙いを定め、 獲得準備を進めている球団が多く存在しているとの報道もされているそして3つ目の理由は大谷獲得による経済効果だ記事によるとエンゼルスは大谷が加入した2018年シーズンから複数の日本企業と10万ドル単位のスポンサー契約を結び継続的に利益を得ているというさらに大谷関連のグッズ配布日には 2022年の場合平均4万1,000人以上が来場他の試合では平均3万人を割っているエンゼルスに毎年最大3,000万ドル約38億円ほどの追加収入をもたらしていると予測しているその他にも数えきれないほどの経済効果を紹介している日本から試合を見に来るファンは地元のレストランやホテルを利用し アナハイムの場合はディズニーランドなどのテーマパークにも足を運ぶさらに日本メディアが1億2500万人の日本人に向けてエンゼルスのブランドをアピールしている雑誌やビデオゲームの表紙を飾りユニフォームも2022年には MLB 公式ショップで7番目に多く購入されたというまた世界中のスポンサーを調査しているプラットフォームスポンサーユナイティッドによると 大谷は2022年に17ものブランドとスポンサー契約を結びジャッジが持っていた MLB 記録の13を超えたというエンゼル・スタジアムの22の日本企業の広告も新記録だと伝えられている記事はこれらの経済効果こそがエンゼルスが大谷をトレードに出したがらない大きな理由だとしもし FA になれば 次の契約は北米プロスポーツ史上最高の契約になるかもしれないと予測しているコンオフの FA 史上は超大型契約の連発で例年以上の盛り上がりを見せたメッツのように資金力を武器に巨額を投じた球団がある一方で昨季ア・リーグ新記録のシーズン62本塁打を放ったアーロン・ジャッジを狙ったジャイアンツのように大物を逃した球団ドジャースのように精悍を貫いた球団もある米スポーツ局 ESPN は来季オフに FA となる大谷翔平投手らの名前を挙げコンオフは負け組と見られる球団も心配することはないと指摘している顕著だったのはトップ選手たちの争奪戦による契約の巨大化だ記事によるとコンオフ FA に投じられた総額のうち半分以上となる19億3,000万ドル約2,484億円がトップの9選手に使われたという。 ヤンキースと再契約したジャッジ2度の契約破棄で話題を集めたカルロス・コレアメッツからレンジャーズに移籍したジェイコブ・デグロムらがこの9人に含まれている争奪戦に敗れた球団も多いがこれらの球団にも来季以降多くのチャンスがあるというこの先2度のオフでは FA 市場ではさまざまな FA 記録が更新されるだろうし9桁以上の契約をもらえる選手が大勢いるからだと解説している。 来オフ FA を迎える大物選手には大谷の他にパドレスのマニー・マチャドフィリーズのアーロンノラドジャースのフリオ・ウリアスパドレスのダルビッシュ有らの名前を挙げているさらに破んオフのドジャースの動きについても言及辛抱は美徳だと評し大谷が FA になるタイミングをしっかりと認識している何年にもわたって記録的な年俸総額だったドジャースだが今年のように撤退する時もあると ライオフに備えた動きだと予想している補強に積極的なイメージがあるドジャースが静かだったのは「大谷獲得への布石」とのメディアの報道が多いドジャースの動向にもすでに大きな注目が集まっている。